皆さんこんにちは、こじこじです。今回は前回に引き続きこちらジーユンのプロ用三軸ジンバルクレーン V2 セッティングの方法とオプションのアプリについて紹介していきます。前回5つのモードと5つのモードで撮れる映像を紹介したんですけども、やっぱり映像を撮るまでにね、どれぐらいセッティングの時間がかかるかとか、どんなセッティングの方法なのかとか、オプションのアプリって使いやすいの使いにくいのなどね、思ってる方いると思うので紹介していきます。ジーユンのジンバル、このようなハードケースに入っています。とってもついているので持ち運びにも便利ですね。中身はこのようにね、しっかりと綺麗に収納されている感じになります。それでは組み立てていきます。まずこのグリップ部分ですね、グリップ部分に電池を2つ詰めていきます。でこちらですね、ジンバルの可動部分、本体の下部にこちらをね取り付けます。このような感じで組み立ては本当に簡単です。ジンバルの設定を行っていきます。ジンバルの設定を行う際、通常ね立ててセッティングするんですけども、片手で押さえながらでもね問題ないとは思うんですけども、手だとねこうブレてしまうとか、両手が使えないのでこのようなねミニ台座を使用します。僕はこのマンフロットのしか持っていないのでこちらを使用します。はい、こちらをジンバルの下部にねこのようにセッティングしていきます。ちょっと見えないな。はい、セッティングしていきます。で、この状態で、はい、このようにね、立ててセッティングしていきます。ジンバルの設定箇所なんですけども、4箇所あります。まずこちら、カメラを載せる台座の、はい、下部分ですね。こちら。続いてモーター部分。1箇所目です。モーター部分2箇所目。はい、そしてモーター部分3箇所目の計4箇所です。この設定を正しくできないとジンバルをね壊してしまう恐れがあります。それではカメラを設置していきます。カメラの設置なんですけども、こちらのね台の部分にカメラを設置していきます。最初はねちょっと一人でやるのなかなか難しくて時間が結構かかっちゃったりするんですけども、慣れると10分程度で、ね、設定ができるようになると思います。はい、このようにねカメラ設置しましたら、上を向いちゃったりね下を向いちゃったりしないようにこちらのねネジで調整していきます。こちらのネジ動かすことによってカメラをね前後に動かすことができます。これによってこうバランスをねなるべく中心に持っていく感じです。こんな感じかな。これでこのようにねカメラがこっち向いちゃったりこっち向いちゃったりってことがありません。続いてカメラこのようにね上を向いたままの設定にします。上なるべく向いたままの設定にしていきます。こちらのネジで重心をこのように動かしまして、カメラがね上向いた時にこういっちゃったりこういっちゃったりしないようにね、はい、設定していきます。結構微調整だったりします。とりあえずこんな感じではないでしょうか。続いてこちらですね、こちらのね、はい、調整ダイヤルでカメラがねこう水平になるように設定します。はい、こちらも左右に動く形になっています。左右に動かしながらバランスを整えていきます。ちょっと設定が悪かったのかカメラが下を向いちゃいます。設定し直していきます。こちらのネジを動かしまして、このような感じで微調整していきます。多分上に向けても、はい、この感じで、はい、これでバッチリですね。それでは最後の調整箇所です。こちらですね、
ボタン類を上に向けて、このようなね向きでジンバルを寝かせます。そのまま横にスライドしまして、このように机のね縁なんかに置きまして、カメラがねこう正面を向くように設定していきます。この角度が正しい向きです。それでは設定していきます。はい、このような感じに設定できましたら、はい、こうですね、こんな感じですね。このように設定できましたら正しく設定できています。このようにセッティングできてから電源を入れてください。セッティングできないまま電源を入れますと、モーターにね負荷がかかってモーターが焼き焦げてしまったり、中のね IC に過電流が流れて IC が焼けてしまうとかっていうことがあるそうです。はい、この状況だとこうやってもこうやっても、はい、ちゃんとね普通の定位置に戻すことができます。はい、左右もねこうバランスよく固定することができます。これが正しい設定の仕方となっています。かなりねもう設定しただけでも美しいですよね。美しい。それではジンバルの電源を入れていきます。あえて角度とか向きをずらしています。電源オン、はい、ということでねジンバル起動しました。最後に G-UN ジンバルの公式アプリを使用していきます。アプリは Android、iPhone に対応しています。 Bluetooth でジンバルと接続する形になっています。こちらのコネクトボタンを押すと Bluetooth を探し出します。はい、見つけたらコネクトでと出ました。接続されました。はい、そうしますとこのように、ね、バッテリー容量を見ることができます。各種モードとしましては、コントローラー、キャリブレーション、アップグレード、スタビライザーセッティング、カメラ、モアとあるんですけども、普段使う設定としましてはコントローラーとスタビライザーセッティングの2つだと思います。コントローラーなんですけども、はい、このようにねフォロー、ロック、フル、デッドモードの4種類の設定を使うことができます。はい、フルではねこのようにカメラを動かすことができます。ロックモードではこのようにカメラをね自由自在に動かすことができます。アプリからジンバルをね動かせるので非常に便利だと思います。続いてこちらスタビライザーセッティング、ちょっと光っちゃって見えない、スタビライザーセッティングですね。こちら様々な設定項目がありまして、自分のね好きなようにカスタマイズすることができます。ということで今回はこちら G-UN のプロ用三軸ジンバルクレーン V2 セッティングの方法とオプションのアプリケーションについて紹介してきました。ジンバルは設定方法があります。ちゃんとした設定方法を取らないと内部のモーターや IC に負荷がかかってジンバルの故障の原因となってしまいます。ただこちらの G-UN の三軸ジンバル説明書ね全編英語ということで、英語に苦手意識がある方多いんじゃないかと思います。そういう方だとね、あちょっといいやとか敬遠されてしまうこと多いと思います。イラストだけ見てもねなんとなくはわかるんですけども、特殊機器って言っちゃ特殊機器なので、あの細かい設定の方法はちゃんと読まなきゃわからない感じになっています。あとどこから設定するかとかね、結構ね謎な部分が多いと思います。でちゃんと設定できるようになりますと綺麗な映像撮れますし、素早く設定できるようにもなります。最初はね10分ぐらい、15分とか10分ぐらいかかっていたんですけども、それがだんだんね5分とか7分とかでできるようになって、素早くね綺麗な映像撮れるようになってきたと思います。またオプションのアプリについてなんですけども、あの手の部分にねスティックがついているんですけども、その操作をね遠隔でできるようになります。これによって2人で撮影したり、ジンバルはね三脚に固定してこうスマホでね操作したりしてね映像を撮ることができます。かなりのね綺麗な映像を撮れるんじゃないかと思います。その辺は僕まだ試してないんですけども、今度ね試してみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。
人づてに聞いた話なんですけども、最近有名な秋葉系女子のね、YouTuber の方いらっしゃるみたいで、その方もね、三軸ジンバル紹介していたようです。ただその方、なんか設定ができてなかったっぽくて、しかも説明もグダグダだったみたいな話を聞きました。僕は YouTube ネクストアップに参加させていただいて、本気の本気、映画用のね、ジンバルを見たことがあって、先生二人がかりでね、20〜30分かけて、組み立ててセッティングしてたんですけども、なので、ジンバルには設定が必要だって知っていたので、まあ設定しなきゃと思ったんですけども、このジンバル、4箇所しか設定ポイントがないにもかかわらず、英語の説明書を渡されても、どうすんのみたいな感じで、小一時間悩みました。英語が難しいねと思う方はいいねボタンを、この動画参考になった方はチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。